はい、それではシューマン交響曲第3番第4楽章の解説を始めていきたいと思います。はい、第4楽章は、その次の第5楽章 の、 あの助走部的な、要素を踏まえております。まあ、あのテンポも、非常にあのゆっくりしたテンポで始まります。はい、でまず冒頭なんですけれども、四分音符イコール54とおおよそ54のテンポと考えてください。はい、で最初だけアルコです。でそれ以降はもうピッチカートになっていきます。で最初の始まりのポジションは第2第3の中間ポジションを使ってください。そしてその後ずっとそのままポジションを変えずに、もうここまでそのまままとめて取ることができます。そしてその次の3小節目は今度は第3ポジションで、ここでまとめて取ることができます。その次もで最後の節と米はゲーセンで取るという形となります。はい、そしてその後ですね、まあ、その後は、もうあの第ハーフポジションから第1ポジションを中心に取れる形となります。はい、そして、その次の、アルコに変わった部分ですね、ここがあの、フォルテから始まるんですけれども、ここは一意味だと間に合いませんので、ここはもう途中で回避していただいて結構です。で8小節目の今度フォルテから の、 あのデクレッシェントがダウンになるようにしてください。はい、このような形となります。はい、そしてその次の、ピアノからなんですけど、ここはそのまま、弓順の形で、アップ入りになります。そして今あのこういうふうに取っているように第3の中間ポジションとなります。そしてその次の10小節目、2分音符のですがあるんですけど、ですとその次のでの間で、ここ一旦回読みをしてください。そしてその後はそして、12小節目、今弾きましたですから、ここがアップアップというふうに入ります。こんな形で弾いていただきたいと思います。はい、そしてそこからの、5小節間にまたがるこの、ベーの伸ばしなんですけれども、ここはもう、ここからずっ と、少しずつ、クレッシェントがかかっていきますので、ここは途中もちろん当然、回読みをしていただくことになります。はい、で、まあ、あの回読みするタイミングなんですけれども、まあ、あの強いてやれるのであれば18小節目オクターブに上がるベーなんですけれども、ここがダウンになるようにうまく調節していただきたいと思います。で、最初がダウンで入りますので、まあ、あの3回分返す形となっていきます。はい、でなるべくあまり、クレッシェントはかかっているんですけれども、最終的に、到達地点が、21小節目にの3拍目にあのフォルテになるようにしますので、そんなに早くクレッシェントはあのかける必要はありませんのでね、あのそこだけ注意してください。はい、で、なるべくあの最後にあの、弓が、しっかり使えるようにするために、なるべく最初はあの回弓するタイミングを長めにしていただいて、で後半の17小節目に、でここでなるべくあの1小節分で、アップ1弓で使えるようにしていただきたいと思います。そして19小節目の今度は S になったところですね、ここがアップになりますので、まあ、ここも途中であの回避をしていただくんですけれども、ここで あまり早いタイミングであのアップ、ダウンにすると、その後の、後半のクレジットが持たなくなってしまいますので、なるべく後半にかけて、回避をしていただきたいと思います。まあ、回避するタイミングで言いますと20小節目の3、4拍目ぐらいのあたりであの回避をしていただきたいと思います。はい、で最後の、小節になります。22小節目は、そのままダウンでフォルテからデクレッシェントをかけていただきたいと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして次の2分の3拍子なんですけれども、ここは四分音符イコール2分音符になりますので、まあ、あの四分音符に換算するとここから倍のテンポになってきます。2分音符イコール54というふうにあの考えていただきたいと思います。はい、そして、ここからなんですけれども、ここも弓順なんですけれども、まあ、最初はダウンですね。で次の、小節にまたがる形でスラーがついてるんですけれども、ここをここでも回復していただいて結構です。
そしてそれ以降もそのまま、F が、アップになります。でそこからずっと、弓順になっていきます。そうしますと、32小節目の最後の S でダウンで終わるという形となります。でそしてその次の33小節目のこのオクターブはもう当然、同じポジションで取ります。で第2第3の中間ポジションでアッサル、そして第3第4で S のオクターブを取ります。で、B と F のこの、ポジションはもうそのままハーフポジションで取っていただいて結構です。はい、そしてそれ以降もずっと、ボーイングは基本的に、まあ、弓順となります。36小節目の B が、ダウンになりますので、そこからもずっとあの弓順でしていただければ問題ないと思います。はい、でそうすると44小節目まで、ずっと弓順でいきまして、最後のこの B が、ダウンになります。そして、その次の、S がピアノになった S がもう一度ダウンで弾き直します。ダウンで入っていただいて弓順という形となります。はい、そして48小節目からのこのポジションなんですけれども、まずその間にシンコペーションで出てきます。アス、エスとアスとゲス、ここは第2第3の中間ポジションで取ります。そしてその次のツェイとこのツェスが出てくるんですけれども、ここを横で取るか、そのまま同じ1本デーセン1本でそのまま第5ポジションまで飛ぶかで、またこちらで取るかでまたポジションの取り方が変わってきます。で横で取った場合はその次の49小節目のベイが、第2ポジションになります。でそこからもう1本で飛ぶ形となります。で、そのままこちらで第5ポジションで取った場合はそのまま、横で取ります。はい、まあ、どちらか選択していただけたらと思います。はい、で49小節目、2拍目からのこの S からはそのまま第3第4の中間ポジションで、それ以降もまとめて取ることができます。ここまでもまとめて取ってください。そして最後のここも第2第3の中間ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。はい、そして、その後54小節目は、ピアニッシモは、最初、ダウンで入っていただいて、もうそのままあとは弓順となります。はい、そしてその後ですね、58小節目、ここからは、最初のピアノのハーは、ダウンで入っていただきまして、クレッシェントがかかります。そして、60小節目、スラーが書いてあるんですけれども、まあ、クレッシェントが続いていますので、ここは、スラーとか書いてるんですけども、途中で替え弓をしてください。まあデクレッシェントを書いていますので、まあ、逆になってしまいますけども、これはこのままで結構です。はい、そして61小節目からもそのまま、弓順でいっていただきまして、63小節目の2からの2小節間のここはもう全て両方ともダウンで弾いていただきたいと思います。はい、そして最後3小節目、フォルテピアノになってるんですけれども、ここは、フォルテピアノの最初ダウンでしたいので、最後から3小節目、小節数で言いますと65小節目と66小節目は、フォルテピアノなんです。まあ一意味でもいけるんですけども、ここはあえて替え弓をしていただきたいと思います。もうこれも替え弓をしていただいて、次のその、フォルテピアノがダウンに入るようにしていただきたいと思います。で最後の一番最後の小節はそのままデクレッシェンドが書いてあります。でここは替え弓する必要はありません。それはそのままダウンで終わっていただきたいと思います。で、5弦の方はもう2で構いませんので、もう S はもうオクターブ割いていただいても結構です。はい、第4楽章はここまでとなります。はい、もう、1回限りの解説をさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、特にポジションに難しいところは出てきませんので、まあ、ボーイングをどういうふうな形にするかがポイントになってきますので、まあ、これ私が説明した以外にもさまざまな方法は考えられますので、まあ、いろいろ実践していただけたらと思います。はい、第4楽章の解説は以上となります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。